ラジオモン復元模型、ラジオモンは、芥川龍之介の小説。根弱物語集の本庁世俗部官29、ラジオモン登場総未死人のすびと語第18をもとに、巻31、縦脇人売り魚な姫語題31の内容を一部に、交える形で書かれたものである。生きるための悪という人間のエゴイズムを克明に、描き出した。タイトルの由来は、 すざ王子にある平安系の正門のラジ門である。門の方は、ラジ門であるが、ラジ門は近代まで、ラ生門と表記されることが多く先行作品である。関西の文蜜の用曲もタイトルは、ラ生門になっている。背景は、平安時代。飢饉や辻風などの天変地異が打ち続き、とは推理していた。ある暮れ方、荒廃した、ラジ門の下で、若い芸人が、 途方に暮れていた。下人は数日前、使えていた主人から解雇された。生活の糧を得る術もない彼は、いっそこのまま盗賊になろうかと思い詰めるが、どうしても勇気が出ない。そんな折、羅生門の二階に人の気配を感じた。彼は興味を覚えて上へ登ってみた。廊下の上には身寄りのない遺体がいくつも捨てられていたが、その中に明かりが灯っている。 老婆が松明を灯しながら若い女の遺体から髪を引き抜いているのである。老婆の行為に激しい怒りを燃やした下人は刀を抜き、老婆に襲いかかった。老婆は抜いた髪でカツラを作って売ろうとしていた、と自身の行いを説明する。さらに彼女はこう続ける。抜いた髪でカツラを作ることは悪いことだろう。だが、それは自分が生きるための仕方のない行いだ。 ここにいる死人も生前は同じようなことをしていたのだ。今自分が髪を抜いた、この女も生前に蛇の干物を補修をだと偽って売り歩いていた。それは生きるために仕方がなく言った悪だ。だから自分が髪を抜いたとて、この女は許すであろう。と、髪を抜く老婆に正義の心から怒りを燃やしていた下人だったが、老婆の言葉を聞いて勇気が生まれる。 そして老婆を組み伏せて着物を剥ぎ取るや、己もそうしなければ餓死をする体なのだ。と言い残し、漆黒の闇の中へ消えていった。下人の行方は誰も知らない。東京帝国大学在学中の無名作家時代である1915年11月に雑誌帝国文学へ発表された。同年には新市長に諸女作短編老年を発表しており、 翌大正5年には、同時期に構想した花を同時に発表している。1917年5月には、花、芋粥の短編と共に、オランダ書房から第一短編集、ラ・ショモンとして出版。1922年に改造者から出版された、先週、サラの花にも収録されている。最後の結びの一文はたびたび変更されている。上日、帝国文学の書出では、 下人は、すでに、雨を犯して、京都の町へ強盗を働きに急ぎつつあった。になっており、第一短編集、羅生門では、下人は、すでに、雨を犯して、京都の町へ強盗を働きに急いでいた。となり、初出から二年半経って、短編集、花収録時に開校され、現在のように、下人の行方は、誰も知らないとなった。なお、 黒沢明による映画ラ・ショーモンは1922年に発表した短編小説藪の中を原作としているが本作から舞台背景着物を剥ぎ取るエピソードを取り入れている2007年には漫画で読破シリーズから中東と藪の中を収録して漫画化されているが下人は藪の中の多常丸と老婆は中東のイノクマノーバーと同一人物という設定に なっている。本作を原作とするテレビドラマが1959年4月3日の山陽テレビ劇場で放送された。ありがとうございます。